ぼっこ、協定は、岩井島子の短編小説。第6回日本ホラー小説大賞受賞作。また、それを、表題作とする短編集。岡山の遊郭で客を取る容姿の醜い女郎が、客に、自らの身の上話を聞かせるが、それは世にも恐ろしい話であった。岡山の方言を駆使し、恐怖感を高めることに成功している。第は、岡山弁で、 とても怖いを意味する言葉。四作収録されており、ボッケー、協定の他に、密告箱、雨添い、よって、普段の如しがある。どの作品も、心霊現象や、妖怪の話ではなく、人間に潜む狂気さや、残忍さを描いている。共通して、現代は、舞台とされておらず、明治時代、大正時代が舞台。なおの作品が収められた同盟の短編集は、 第13回、山本周五郎賞を受賞。本の表紙には、カの章賞クスノキオンの横串が使用されている。2006年、マスターズ・オブ・ホラーシリーズの一つとして、三池隆監督で映像化。脚本は、ジングワン大輔。原作者の岩井島子も、女優として出演している。ケーブルテレビ用に制作されたが、アメリカでは、その残酷さゆえに放送中止となってしまった。 日本では、インプリント、ボッケー、協定の題名で、シアターイメージフォーラムで、レート賞公開され、テレビではワウワウで、マスターズ・オブ・ホラーシリーズとして放映された。ありがとうございます。